選択。26日午後10時ごろ、千葉県市川市にあるマンションのベランダに置かれた浴槽の中で若い女性が死亡しているのを千葉県船橋署員が発見しました。僕は自分から逃げ続けてきた。忘れていませんか？あなたは人殺しなんです。顔を変えるのは簡単だった。もしあの時逃げなければ。本当の名前を聞かせてくれないか？市橋達也です。映画の常識を変える新たな選択の自由。どこでも1作品1,000円。劇場は全国の109シネマズで11月9日ロードショー。さらに公式 Facebook、Twitter をシェアすると劇場では500円。ご自宅で見る場合はご覧のサービスで11月6日からプレミアム先行配信。詳しくは選択公式サイトをご覧ください。映画を見るが変わる選択。